の日曜日一緒に美術館に行きませんか。お、初めてそっちから誘ってくれたな。うん、喜んで。本当ですか。よかった、断られるんじゃないかと。いいですよ。やったー。お、変わってる。やっぱりな。美穂ちゃん、ごめん、待ったよね。待つのは私平気ですね。妖精さん、楽しかったですよね。そうなんだ。妖精さんにありがとうって言わないと。どこにいるの妖精さん。それじゃあ行きま、あなたの今日の運勢はいいです。お、占いいいね。はい、私も、まあ、実際この服装見ただけの動画だけどな、これは。知らないな。妖精さんと一緒に書くんじゃないかな。これはないな。これかな。なんて書いてるかさっぱりわからんけど、これ。はい。そうなんですか。これが人の内面だなんて。でしょ。今日は楽しかったね。今度は俺から誘うよ。そろそろ帰ろうか。帰りましょう。やばい、みんな待って、やばいよ、みんな、やばい、爆弾が5個もついてる。やべえ、やばい。多分ね、爆弾のこの点滅が早いやつが爆発しそうだから。うーわー、光ちょっとやばいな。光と炎がちょっとやばいな。うーわー、これ爆発するんじゃねえの、これマジで。あー、やめて、爆発すんなよ、マジで。うわ、マジで。うわ、やめて。最初からした。いや、でもセーブしたぞ。セーブしたな。ギリギリセーブしたな。あー、でもなんか爆発しそうだな。どっちか爆発しそうだな。あー、やめて。爆発だけやめて。多分ね、ホムラーと光は、うわ、微妙だ。うわ、これはもういいや。これもいい。しな。とりあえず、ホムラー。もうデートなんてどうでもいいよ。とりあえず電話。そうだな、この最後の日で、こいつ嫌いな場所どこだったっけ。プールとか嫌いやろ。いや、プール好きそうやな。スタジアムとか好きそうやな。なんか退屈そうなところ。よし、美術室だよ。よし、来たー。あと光だな。はっ、よし、いい。そんなん、どうでもいい。あー、じゃあ来た。光。よし。で、こいつはな、部活があるから、この日やな。もうこれ、でもこれ絶対断るから。はい、へい、部活、はい、オッケー。危ねー。あー、怖かったー、爆弾。まだわからんけどなー。というところで、2月14日。おい、ときめいてるねー。まあ、いいよ、どっか行けー。おい、あ、みほちゃん。もしかしてチョコ？ありがとう。みほちゃん、美味しくいただく。みほちゃん、美味しくいただくよ。お前、そりゃいかんよ。ありがとうございます。あ、どうしたの、みほちゃん。フラフラじゃない。あ、いえ、大丈夫です。昨日寝ていないものですから。寝ろよ。これ、徹夜で作ってくれたんだ。徹夜で作るチョコレートってすごいな。お前、美穂ちゃんのこと本気なのか。は？なんだお前、本気だよ。それはめっちゃ本気だ。やはりお前とは本気でやり合うことになったか。来い、決着をつけてやるよ。おお、なんだこれ。お、ぶっ殺しちゃう。え、まあ、戦うのこいつら。あ、なんかさ、好き同士が重なるとなんか対決するみたいなのあったけど、RPG なんだ。うわ、こっちめっちゃ強いぞ、お前。HP8000 あって、MP、マジックポイントが728もあるぞ。やべえぞ、おい。ぶっ殺すぞ、おい。おい、ピンクの帽子みたいな。お前、リンクか。お前、リンクか、そこら辺の。ほら、死に爆弾が、ほら、3609。ほいやー。弱い。多分ね、200ぐらいしか弱いな。微妙。20回くらってようやく倒れるぐらいは。
死ねえ。ほらこっち2回行動や。ほらどうした、あどうしたどうしたどうした、ファイヤー、ザコが、うわうわ、奥義撃てんな、奥義撃つ前に倒しちゃうよ。ほら暗い、ほら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 、もう一回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 振り切る、よし来た、ほらパンチ、オッケー、3596、あこれもうもう楽勝ですわ奥義。はい、彼女は俺のものだ。何、俺のものだ。ちょっと待ってろよ。誰だよこいつ。あ、先生やん。だーい。は？びっくりした。めっちゃ食らったやん。ダメージ数じゃないな。あれ9割食らうようになったの。彼女ができる俺、うえー、ザコが俺のミホじゃぞ、リンミホじゃじょミホじゃじょ、おい大丈夫か。大丈夫じゃないよ、お前本気でやっただろう。いやお前先生呼んだじゃん。ま、いっか、それだけ本気ってこと。え、彼女のことだよ、彼女のこと。あ、だったら頑張れよ、せいぜい嫌われないよ。シュン、お前、じゃあな。さて、お次は誰にしようかな。勘違いしてるらしい俺。なんやねん。そういえば今日はみほちゃんの誕生日だったな、プレゼントあげる。よし、何にしようかな。タロットカード、ん、タロットカードやったっけ。タロットカードでよかったっけ。待てよ、ちょっと待てよ、タロットカード、タロットカード、ーいやっほい、待って、白雪さん、美穂ちゃん、おい、あ、なんだか会える予感がしてたんです。ご用は何です。美穂ちゃん今日は誕生日だろ、これ誕生日プレゼント。こんなところで立ち話を。おい、うん、開けてみてよ。本当にありがとうございます。よかった、すごく喜んでるみたいだ。イエーイ、イヒー。みほちゃんどうしたの。お誕生日おめでとうございます。お、え、本当、みほちゃんが覚えててくれるなんて。もちろんだよ、ありがとう、すごく嬉しいよ。おーい、お、なんやねん、卒業式に来てます。ん、どうした、しゅん、ほら、さくろうか、白雪さんからの預かり物。ケロケロで、ケロケロでべそちゃん、ちゃんと渡したからな。すごい、ケロケロでべそちゃんだな。あ、手紙がついてる。中身は金の下で待ってます。うえー、行くぜー。お、ムービーだな。やったぜー。みほちゃん、ん、あ、そのすいません、どうしてもお話ししたいことが。何かな。私、私って変な女の子ですよね。え、だって私困ったことがあるとすぐに妖精さんとお話しするし。それは分かってはいるんです、本当は妖精さんいないってこと。美穂ちゃん、でも
私は信じたいんです。小さい頃からずっと信じてきたから、もし信じられなくなったら今までの私じゃなくなってしまう気がして、思い出を失ってしまいそうだから。小さい頃からの思い出も、あなたと過ごした3年間も、だから私今でも信じてます。ずっと昔から信じてたこと、妖精さん、サンタクロース、そして私を迎えに来てくれる白馬の王子様。あなたに初めて会った時、私の白馬の王子様だって思ったんです。そして分かったんです。私あなたのことが好きです。私をあなたのお姫様にしてくれませんか。美穂ちゃん、俺にとっての美穂ちゃんはお姫様だよ。俺も美穂ちゃんのこと好きなんだ。嬉しい。伝説の鐘が鳴るって信じてたんです。でも本当になるなんて。美穂ちゃんが信じてるからさ、この鐘の伝説を、さあ行こう。はい、私の王子様。そう、やっぱりあなただったの。え、どうしたの美穂ちゃん。羽はやっぱり私たちを祝福するために鳴らしてくれたみたいです。え、一体誰が。そんなの決まってるじゃありませんかね、妖精さん。はは、なるな。こうして俺の高校3年間は幕を閉じたと思えば、クラブばかり出ていたような気がするな。そんな出てないけどな。よっしゃ、終わったと言っても、これはまあ超ハッピーエンドじゃなくて、まあ、普通のハッピーエンドなんで、次はね、いい方のハッピーエンドをね、見たいなと思っております。あの幼稚園時代から、ちゃんとイベントをこなして最後のエンディングを迎えると、エンディングが違うんだよな。ということで、そちらの方と、もう一人のね、キャラクターが、似てるキャラクターがいるんで、そちらの方もね、同時に攻略したいなと思っておりますので、次回お楽しみください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後も、よろしくお願いします。じゃあねー。